ニコラ・アン・ペルツはアメリカ合衆国の女優。アメリカ合衆国ニューヨーク州ウエストチェスター郡で元モデルのクラウディアと一時スナップルブランドを所有していた億万長者のユダヤ人実業家、ネルソン・ペルツの娘として誕生した。父親は大学中退後家業の食品流通会社に参加して兄と共に大きく発展させ、ジャンクボンドの帝王マイケル・ミルケンと組んで投資を始めた後、 ハインツ、ウェンディーズ、キャドバリー、ティファニー、デューポンなどの大口株主となった。米国で最も高価な家の一つと言われるパームビーチの邸宅に住み、3度の結婚で10人の子がいる。ニコラには同じ母親を持つ4人の兄、2人の弟、そして姉妹がいる。父親はニューヨークにあるユダヤ人社会の慈悲深き指導者とニューヨークタイムズによって評されていた。 2010年に公開されたエムナイト・シャマラン監督の映画エアベンダーでカタラ役を演じた。2010年8月末に撮影を終えた自主映画アイオブ・ザ・ハリケーンでレニー・カイト役を演じ、長らく公開日は未定だったが2012年3月10日に映画祭で初上映された。2006年の映画ライトアップイルミネーション大戦争でマッケンジー役を演じ、 2008年の映画、ハロルドでは、ベッキー役として選ばれた。また、マイリー・サイラスのシングル、ナナ・シングスのミュージックビデオに、派役として登場した。2010年3月27日、ニコロ・デオンによって主催された2010年度キッズ・チョイス・アワードに姿を見せ、そしてまた、MTV ・ムービー・アワード2012、映画、エア・ベンダーの共演者、ジャクソン・ラス・ボーンと一緒に、 映画の予告編を紹介するため登場した。2014年公開のトランスフォーマー、ロストエイジにメインヒロインとして出演し、脚光を浴びる。2020年7月11日、デビッド・ベッカムの長男ブルックリン・ベッカムとの婚約を発表。ただし、挙式などはスケジュールの関係などですぐにではなく2022年以降になると言われている。ありがとうございます。